居酒屋リンのアロハロチャンネル。はい、はい、おはようございます。いや、こんにちはです。こんにちは毎週こんにちはよ土曜日14時になりましたので、居酒屋リンのハロハロチャンネル始めたいと思います。じゃあ手始めに、何手始めにお願いします。はい、じゃあコロナ対策ね、やっていきます。入り口に検温、アルコール消毒あります。スタッフの皆さん、マスクされてます。スタジオ内消毒されてます。そしてこちらの商品、ドゥルン、オゾンイオンのパワーで脱臭除菌、低濃度オゾン発生器、せーの、トレールフレッシュ。皆さんこれ買ってくださいね。いい加減ね、もう2周年です。鳥越アズリ FM も同じツッコミ待ってます。同じツッコミ待って、なんか今日さっさ色黒くない？そう、今日黒いのね。なんで？夏を出してる。そうなん、うん、まだ冬になりたくない全然色違うじゃん、みんなと。そんな、なんか疎外感。そうなん、うん、難しい日本語ちゃんと使える。疎外感ね、うん、今日ね、なんかあれだね、いつもと違うね。皆さんじゃないや、真ん中におじさんがいないじゃん。そう、でもその前に笹からもう2周年なんでね。2周年なんでね、第2週目なんで、そう、はい、番組応援の会、はい、募集してます。募集してます、無限に募集してます。はい、ぜひぜひ、あの、応援していただけた方には生放送見学あります。はい、まあいろいろ特典あるので、ぜひあのアズリ FM までお願いします。何か質問がある方は、はい、こちらツイッターまでお願いします。よろしくお願いします。はいそして今日はですね、第1弾です。何第1弾？はい、綺麗なお姉様第1弾。違う、エステティシャン拾ってきちゃったシリーズ第1弾でございます。本日のゲスト、エステティシャン、お願いしますいや、お願いします。浅草橋でエステやってます、近藤と申します。はい、近藤咲さんです。かわいい今までにないタイプね、うちのゲストでね。そうだね、綺麗な方を今日はちょっと、綺麗なお姉さんをちょっと浅草橋でね、はい、ひょいっと拾えるんです、我々綺麗な方もおじさんだけじゃないよ、おじさんだけじゃないです、我々は。今日は見せつけていきたいと思います、はい、50分間かけて、はいはい、ということで、あれ何やられてるんですか？ちょっとなんか光っちゃって見えないね、はい、ポイント。そうですね、私も出した方がいいかな。なんかあの、先々週、うん、ここに来たの鈴木さんの場所を借りて、うん、あのお香のね、はい、お話をした、我々がちょっといつもお世話になってる鈴木社長のどこですか？エンジン亭っていうサロン、はい、あの鈴木社長が持っているサロンの中で、はい、何でしょう、エステ、あの顔の筋肉トレーニング、うん、顔の筋肉トレーニング、はい、エステって言うんですか、エステとちょっと違うんですけど筋トレなのでをやってます。お、出てきました。あー、来ましたね。あの赤いお部屋が鈴木社長のサロンですよね。はい、でその中でやられてるんですよね。はい、うん、あ、すごい雰囲気、すごいいい、なんかオープンの時にたくさんお花いただいて、それを今飾ってます。で、この右側の方に施術ルームがある感じですね、うんうんうん、ツイッターフォロー待ってますお願いします待ってますえ、フェイシャルサロンってことは、はい、小顔になれるんですか？はい、そうですね、あの筋肉って普段あの顔の筋肉って全体の 20% から 30% しか使われていなくって、普段ですか、はい、こう喋ってたり、はい、変顔芸人もそうですか？もうそうですね、あの変顔芸人じゃない逆にいや、あのリアクション芸人とか結構顔芸すごい芸人さんとかも 20% しか使ってないんですか？はい、まあ、多分 30% 普通、あ、ちょっと多いです ね多い。あと接客業の方とかも多いですね、え、結構使ってと。ということは我々は 30% 使ってる使ってる可能性が高い高い
え、これ 100% にできるんですか？ 100% は結構難しいんで、それを EMS の機械を使ってあのしっかり動かしていって筋肉を骨格に沿わせていくっていう。顔って結構筋肉あるもんなんですか？筋肉あります。もう全部筋肉で、全部筋肉なんですか？これ、それが垂れてたりとかするから、はい、あのたるんだりとか、ね、むくんだりとかするんでしょ多分、きっと。知らないけど、わかんないけど、専門家が目の前だから何とも言えないけど、ね、そうですね。あと使われてない筋肉の間に脂肪が入ってきてしまうので、サンドイッチ、はい、サンドイッチ顔が太っていくってことですね。そうです。ちょっとなんか あるんですか、なんか やってもらいたいよね、小顔になれるんでしょ。だってなんかあのササとかだってやりたいでしょ。やりたい。そう、使ってる道具は持ってきたんですけど、一応機械がないんで、あの雰囲気だけで。これ3種類のアイテム使ってやっていくんですけど。痛いんですか？あ、皆さん最初痛いって思われるんですけど、意外とリラックスして。え、どういう感じなんですか？あのピクピクするんですか、それともなんか揉まれてる感じなんですか？そのビリビリするんですか？ピクピクする。ピクピクするんですか？筋肉を呼び覚ます的な。あ、そうですね。あれですか、体にある EMS と一緒ですか、感覚？ハイパーナイフピクピクみたいな。ハイパーナイフはまたちょっと違う、あの温めてほぐす感じなので、うん、あれは気持ちいいと思うんですけど、うんうん、居酒屋じゃないです。あの居酒屋リーに引っ張られてますよ、だいぶ。大丈夫ですか？居酒屋リーの繊維挟まれてるんでね。はい。引き強いんです。あの接骨院とかで、うん、治療で電気治療、うん、はいはいはい、やったりすると、あれちょっとこうピクピクする感じあるじゃないですか。あれの顔バージョンですね。うん、あとまあ骨に近いところは結構ちょっと響いたりとか、骨に響くんですか？骨に響きます。あと、まあ、疲れが溜まってるところ痛いとか。ただ私、うん、数ヶ月前から TikTok で、はい、あの顔マッサージのやつで二重になれる顔マッサージみたいなのをよく見てて、はい、若い男の子とかがやってるんですよ、うん、なんか100日後にイケメンになるみたいな、はい、TikTok 見てる時によく眉毛のこの辺をすごいマッサージしてるんですよ、はい、真似したらめちゃくちゃ痛くて。あ、痛いと思います。でもそれ続けたら本当に二重になれる？まあ、二重になれるかわかんないですけど、でもやっぱここら辺ってこう固まってて、これ筋肉多いんだやっぱ。はい、周尾筋って重かったりするんで。何ですか、何筋ですか？周尾筋。周尾筋、はい、眉毛の筋肉。周尾筋。周尾筋どういう字書くんですか？集まる眉毛の筋ですかね。うん、違います。周は何なのかちょっと忘れちゃったんですけど。B はありがとうございます。周尾筋、はい、ほぐしてあげる。あ、筋は筋肉の筋で、B が眉毛だったかな。周が、うん、すいません、忘れちゃいました。じゃあ基本的に顔がメインって感じなんですか、やってる？そうですね。あと首肩もやっぱ顔のたるみにつながったりするんで、このデコルテから。ああ、周尾筋ですね。シワ、シワの眉毛の筋、筋。うん、すごいね、周尾筋って。歪んでる。眉毛にも筋肉あるんだね。はい、顔はもう全部ほぼ筋肉です。なんか英語の方を読もうと思ったら読めなかった。え、顔の筋肉をすごい最初どうやってあれなんですか、はい、ほぐしていくんですか、どっからスタートなんですか大体。最初は首からいきます。首のリンパから流していって、ま、これと違うものを使ってやるんですけど、首から流していって、ま、首のこり取りつつ、ま、リンパ流して、うん、その後に顔の最初運動的なのをやっていきます。うんうんうん、でその後にこのアイテムを使って、これ電圧変えてできるので、うん、その場所によってですね、これなんていうんですかな、筋肉って結構何層にもなってるんで、同じ電圧とかだと一箇所にしか行かなかったりするんですね。なのでそれを表層筋、うん、中層筋、深層筋に当たるような電圧に変えていきながら、表層筋、深層筋、はい、はい、当てていって、まあ同じ分数ずつで、あと最後に電気の取ったグローブで、うん、まあ、首肩周りをまたほぐして、最後お顔の筋肉の形状記憶をしていくっていう。やっぱ
肩からなんですね。肩もすごい大事です。肩行かないと上ほぐれないみたいな、はい、うん、意外とやっぱここやるかやらないかによって全然変わってくるんですか。はい、違ってきます。1回何分コースなんですか。1回60分。60分でどれぐらい変わるんですか。はい、結構変わります。はい、なんかビフォーアフターみたいなのあったりします。なんかサイトとかなんか出しちゃっていいのかな。なんか見たいくない？見たい見たいよ。60分のビフォーアフター。これでも出しちゃっていいかわかんないんであれなんですけど、もうこれからあれだよ、顔大きいなって思う人をみんなに紹介しちゃうよね。うん、一回行ってきて、うん、ビフォーアフター。あーどうしよう、ちょっとこれ出せないかもです。いやちょっと見せていただければ。あ、はい、あの表現します。誰で行こうかな。鈴木社長ないんですか。あーはなくって、これ凄まじい変化ですか。凄まじい。じゃあ、あでもこっちない。 iPad 持ってくればよかったです。え、じゃあササやる。あ、そうね、ビフォーアフター。うん、今じゃなくて、ぜひぜひビフォーアフターをしに行くわ。あ、ぜひ、うん、そうね、うん、やった方がいいよ絶対。うん、私もやりたい。ぜひご招待で、うん、イエーイイエーイイエーイ。やります。え、場所どこでしたっけ。場所が浅草橋、いや柳橋、柳橋だね。はい、台東区柳橋 1-13-9 でエンジン亭っていうあの場所のサロンの中にあります。はい、これがあれですか、名前ですか。それがもう実はあの私がやってるのともう一人友達が、はい、2部屋あるのでやってて、はいはい、そこでボディアロマのマッサージを友達がやってます。うんうんうん、でそっちの子の名前がスパルームっていう名前で、私のところがハングアウトなんです。ハングアウトですね。あ、はい、それですね、ハングアウトあちらです。ハングアウトってあのピンクのやつですね。こいこいこい、ちょうどいい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 、ういはい出ました。ありがとうございます。近藤さんがやられてるのがハングアウト。はい、はい、ね、これがお友達がやられてるスパルームっていう、はいはい、アロマの全身の、いいっすね、はい、なので結構リラクゼーションが強い感じですね。こうアロマの香りで、あとアロマの香りとかも選んでいただいて、めちゃめちゃ安いんだけど。いくらだった。え、アロマ60分4980円。行こっか。120分で8980円。行こっか。やばくない？安い。多分あの、わかんない、皆さんあのこれ見てる方、そんなに安いもんなのって今値段聞いて思ったかもしれないけど、普通アロママッサージ120分とかやったら1万5000円ぐらいしますよ、うん、普通それ1万円超えるね。うん、半額ぐらいですよこれ。やばい、90分で9000円は絶対いくからね。さすが台東区だね。優しい。に前からサロン系なんですか、ずっと。そうですね、いろんなエステ、送信もやったことありますし。何何？送信。送信って何？痩せる痩せるやつ。セルライト潰したりとかもやってたり、もう本当にボディケアとかも。じゃあ基本的になんか機会があれば何でもできる感じですか？そうですね、場所さえあればある程度できるんですけど、まあ、いろんな機械使ってきたんですけど、この EMS が私は一番好きで良くて。あ、そうなんだ。結果も出るし、なんかお客様の満足も高いしっていうので、この機会があれば いけるなと思って、すごい純粋なあのデブの質問いいですか。あの筋肉をほぐすじゃないですか、はい、あ、局長なんか雰囲気変わった。メガネじゃない。うん、なんか一瞬ちょっと引いた。え誰と思ったもん。あ、局長です。はじめまして。なんかあれじゃない、なんか下北にいそうじゃない。うん、ちょっと変なファッション入っちゃったなみたいなイメージ。メガネだけでそこまで言われるみたいな。かっこいいけどね。まあ、うん、イケメンの無駄遣いだね。いや、キュンです。キュンです。じゃあちょっとイケ戻っていいですか。もういいですか、局長。あ、そう、ちょっと単純にね、すごいあの
デブの純粋な質問なんですけど、うん、こうエステって筋肉をほぐしたり、はい、こうダイエット効果があったりっていうじゃないですか、うん、でもスポーツジムの方々は運動が一番っていうじゃないですか、はい、これエステだけで本当に痩せるんですか？エステだけでも痩せるは痩せるんですけど、はい、結構時間はかかります。あ、前いたサロンがあの食事制限なしでってやってるので、はいはいはい、まあ、そのハイパーナイフとかもやってたんですけど、はい、まあ、確かに速度は遅いですね、うん、そういう食事制限しないとか運動しないとかですけど、うん、なんか肌質が変わってこう、マッサージの仕方とかも結構上に上げていく感じなので、うん、あの落ちてたお肉が上に上がったりとか、うん、あの形は整っていきます、うん、ただ劇的な変化あるかったら正直あんまりない。あ、もう通い続けてその方、まあ、結構大きめの方だったんですけど、はい、もうその方も飲むし食べるし、うん、運動しないしっていう方。じゃああれですかね、このじゃダイエットやりますってなった時に、はい、一般的なのってトレーニングしたり運動します、食事制限しますみたいな流れじゃないですか、はい、この運動の部分を、はい、エステにするもう全然 OK ってこと？もう全然そうですね。なんだ、お金で買える皆さんこれあれば何でもできます。はい、そりゃそうでしょ、うん、間違いないよ。手術なしでいけますこれ。間違いないよ、うん、あとはまあ場所選んだ方がいいかもですね。場所、はい、あの場所ってたまに何ですかね、言い方悪いですけど、ただ送信やってますっていうだけの売り出ししてるエステサロンとかもあるので、あ、まあ、そこに行っちゃうと一生痩せない、痩せないしっていう。あ、でも、ね、サロンもあるので、まあ、相性とかもあるかも。相性ですか？うん、施術者の方との相性とか、うん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 、結構それは大きいかも。体の作りによってって感じですよね。はい、私なんか ねエステ行ってた時期あるんですけど、はい、あの寝られたこととかすごいありますね、エステの方に。施術中に寝る、うん、なんかもうなんか あからさまに食うみたいなのないよ。だけどなんかこうマッサージしてる手がしばらく止まるみたいな、でかくんみたいな、そう結構ありますよ。でもそういう時どうすんの？黙ってんの？私意外と言えないタイプ。でもなかなか言えないよね。言えない。でもエステってその何回とかのやつのや場合ってすごい高いじゃないですか、お金が。高いです。コースって何十万とかするやつもあるじゃないですか。はい、で私はその何十万ってかけてるのに、それだから1回が何万もするわけじゃないですか。はい、こいつなんなんてやっぱ思いましたよね。うん、いや、それはちょっとあれですね。言った方がいいですが、うん、ね、で出ましたって。でもね、言えなかった。やっぱいくつの時？27、8歳ぐらいの時。言えないね。言えなかった。言えないね。でもあれです、言った方が得になります。そうなの？はい、なんか変な話、そういうクレーム系だったりとか、うん、めんどくさいお客様の方が、うん、こっちが気を使わないことが多くって、うんうんうん、なんていうんですかね、もう本当にちゃんと来てくださってる方に申し訳ないんですけど、うん、そっちの方にあちゃんとしなきゃとか、なんかそういうどうしてもそうなっちゃうわ、なっちゃうよね、なっちゃうし、人間的にはね。でもかくんってなって言われなかったら、まあ一回になりやすいよね。うん、そう、それはいた方がいいですね。一回ただにしてもらうとか。そうね、はい、でももうだいぶ前の話で終わっちゃった話だからさ、うん、私言えなかったな。なんかね、その子いつも寝る子はなんかし、その中でもなんか新人さんっぽい子で、新人です。そうで結構上からなんか結構な圧をかけられてるみたいな感じだったの。いつもそこまで考えたの？そう、いやいや、その分かるじゃん、人間関係模様みたいなのが見えるじゃん、でなんか結構先輩たちに結構どやされてる感じの子だったのことがあって、でいつも担当してくれてる人はなんかちょっと主任っぽい感じで、なんか別にあの何もないんだけど、うん、もうその周りの先輩たちから結構どやされてる子がその何十回行ったうちの2回ぐらいがその子に当たっちゃって、でその2回とも寝られたのよ。だからなんか日々すごく大変な中、なんかみんなに言われまくりながら頑張ってやってんのかなってなっちゃったの。優しさ出ちゃって、そのなんか2時間とかの施術中の中のその 2,3 分
ねカクカクしてたぐらいでなんかまあいいやと思っちゃったのよその時は。でもやっぱやってもらいたいのはやってもらいたいじゃんちゃんと、はい、お金を払ってるわけだしさ、うん、だから結構なんかねエッセってねなんか寝てなんか寝られるイメージみたいなのが結構ね自分の中でついちゃってるのが実はあって、はい、まあでも眠くなるかとか思いながら、はい、だってなんかすごいなんかなんて言うんだろうね。でもなんかたまにやるときもちろん目つぶるときもあるんですけど、うん、なんか目つぶって場所確認みたいなのもあるんですよね、うん、そのたびに寝ちゃったんですかね。分かんない、かちょっとその子は精神的にやられちゃってたかとかですかね。なんかいやなんかね、うん、そんな感じはしててだからあんま言えなかったんだけど、うん、でもなんかね そっからあとは別にエステに行こうかマッサージに行こうか寝られた経験はないんですけど、うん、はい、結構ねあるんですよ、うん、よっぽどないですよね寝るのは。よっぽどだって体動かしてるからさ、うん、ないかなと思うんですけどね。ないですないです私はないです。いやでもあれ集中力だと思うよ。あ私昔あの前職でバーミヤンなんですけど、うん、ラーメン運びながら寝てた時あります、ね。はい、しかも両手にラーメン。あなたレジいつも寝てたでしょ。レジも寝てた、めっちゃ寝てたレジ。ここ寝る場所っつって、そう、あの最初にいたお店が、あもう場所言っちゃうんですけど、うん、豊洲店なんですけど、うん、めちゃくちゃビジネス街でランチめちゃくちゃ混むんですよ、はい、でスカイラークのレジはありがたいことに全自動なんで、うん、もうお金入れてお茶チャー出てくるのを渡すだけなんですけど、しかも電票ピーってやってなんですけど、もうこの作業だけなんですけど、はい、この作業だけでこう行列のレジをやってる時にあ大体寝ます。でしかもこれミスが発生するんですよ全自動なのに、うん、ミスが T ポイントカード聞き忘れるっていうで後々クレームになるっていうのでよく怒られてました。本当に寝てるからでしょ。すみません覚えてませんどこのお客さんかみたいな顔も見てないですもんもう無でしょ無で誰よりも真っ先にレジ入るあの寝たいから。そうそうそう行列が来るタイミングあるじゃないですか、もう開店タイミングランチだと、うん、でもう誰よりもレジ入りますみたいなで最初だけ元気よく行って、後々もすんともんとも言わなくなるんで途中で行列がはけなさすぎて履けなさすぎて、あの先輩が横についてあのはい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 みたいな、なんかフォロー入ってくれるんですよ。レジフォロー誰かくれるみたいな全自動の意味ないじゃんっていうぐらいあの集中力だと思います。やっぱり仕事は集中力がないとどんな危険な時でも寝れます。そうだ、ね、でも体が覚えてるんですかね、なんかこうピーピーピー。いやもうラーメン運べながらこんななりながらおーみたいなすごいラーメン持ってラーメンも運ぶ時もそうですし、ラーメン作ってた時もそうですね。大体寝てました。あと餃子焼いてる時も寝てました。はい、怖いですね。あの時の餃子の方々ごめんなさい本当にいやでもねもうね体が覚えてるから、うん、結構無意識でもできてたよね。そうだね、そうだね、もうなんか体が勝手に動くみたいなね、うん、目つぶってもできてた気がする。確かにでもさすがにラーメン運ぶのはきつかった寝ながら寝ながらラーメンはきつかった3つ持ちとかあったよ、うんうん、最高4個持ちいくんだけど、うん、主に3つ乗せてで片手でもう1個持って、うん、すごこぼしたことはない、うん、だから体が動くんです勝手に。はい、繰り返しちゃう。はい、あでもあの行きのラーメンはひっくり返したことないですけど帰りの残り汁のラーメンはひっくり返したことあります。かぶったこともあります。これも原因は寝てましたよかった自分だけでみたいなはい、はい、ということでねえ、さっきさふとね不思議に思ったの、エステってワードってめちゃくちゃ幅広いじゃないですか、はい、どういう意味だろうと思って、はい、知ってました？あ知らないかもです。なんかほら最近だと眉毛エステとか、はい、こう何々エステとかって、うんうん、こういろんなエステがあるじゃないですか。え何だろうと思ってピン知ってる？知らない。さっき調べてなるほどと思って、で英語のエステティックを省略 した言葉で美意識っていう意味らしいよ。何がエステっていう言葉は美意識っていう意味。そうなんだ。エステティックっていう英語が語源で、うーん、あ語源はそこじゃなかった、語源はねフランス語だって。エステティックって
すいませんシーンという動きで。いやさっきめっちゃ思ったのね。なんかこういろんなエステあるなと思ったんだけど、うん、エステって何みたいな、うん、ご飯みたいな感じのイメージ。えどういうこと。いやなんかエステのワードが意味が分からなかったのね。あエステってそうそうワードがね。そう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 。ご飯ってどういうこと。ご飯ってワードが分からない時と同じみたいな感じ。あごめん忘れてご飯。もう早めに巻き戻すわ。ごめん事故にかけてる。ごめん。まあとにかく美意識っていう意味なんだね。美意識っていう意味、うん、美を求める意味合いだって。へえ。勉強になります。姉さん姉さん専門家専門家。そうでもなんかあの英語にはエステっていう言葉がないっていうのはあったんですよ、うん、なんかじゃあフランス語なんだね。じゃあ、はい、そう、それは知ってたんですけど美意識だったんですね。すごいエステの歴史は古いってよ。クレオパトラの時代からだって。エステサロンができたのは明治時代だって。うーん、あれなんじゃないですか、アーユルヴェーダとかなんか多分長いですよね。あそうですね、あれもインドのかなり昔からのね。え、はい、なんか古いイメージだもん。うん、なんかあの東洋医学とか何でしたっけ、うんうんうん、西洋とか、うん、あれも何を私は分かんなくなっちゃったんですけど、分かんなくなっちゃった、はい、でもなんかそれも古かったりするんで。うん、はい、そっからのなんかあるのかもなっていうのはっていう感じですね。フェイシャルエステが先なんだ。フェイシャルエステが先、ボディより。へえ、そうなんだ。おお、なんかパックとかあれからですかね。そう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 、クレオパトラパックとかもやるんですか。パックはやんないです、私のところは。あもう本当に筋肉の筋活みたいな、はい、そうですね、もう筋肉動かしちゃえば代謝とかも上がって、パックいらねえよみたいな。あそうです。とかあとスキンケアとか最後お仕上げの時に使うものとかも、うん、ぬる美容液、うん、ぬる美容液じゃないです、ぬる美顔器。ぬる美顔器、はい、ぬる美顔器、ぬる美顔器って。それ塗るってことは安いんですか。はい、安い、そうですね、はい、なんかそこら辺で駅で声かけられて美顔器を買わされてる方々塗るバージョンあります。はい、え塗ってリフトアップみたいなことですか。リフトアップもそれだけでもしますし、あとはイオンバランス整えてくれるんですね。え何イオンバランス、イオン、はい、イオンバランス、イオンバランス、何ですかイオンバランス。なんか帯電っていうんですかね、イオンなんかお肌のプラスマイナスとかそういう、はい、でやっぱ電気やった後って少なからずちょっとずれちゃってたりとかするんで、それをフラットに戻してあげて、でその後にやってあげるとしっかり入っていったりとか。はい、さきさんは自分でやるんですか。やります。でも全部できないのでこれしかやってないです。あやっぱり全部は自分だけではできないんですね。そうなんです。施術やるときにお客様にスイッチをお渡しして電気強さ上げてもらうんですね。あ自分で。あそうです。やばい、共同作業や。はい、そうなんです。なのでそのスイッチ、私両手塞がってるので、うん、そのスイッチを自分で押すっていうのが難しいんで、これぐらいしかできないっていう。なのでお客様はスイッチで全部調整していただくっていう感じ。自分で何その限界ってとこまで上げるってこと、はい、そのお客さんが。そうですね。でただあんまり強くしちゃってもダメなので、うん、痛気持ちいいぐらいで止めていただくくださいみたいな感じで言って、はい、止めてもらうみたいな、はい、これ自分にはやるんですか。自分にはやります。でこれぐらいだったらピピって上げてからピって当てれるんでいいんですけど、他のがちょっとそれができないので。どれぐらいの頻度でやるんですか自分だったら。でも全然1ヶ月に1回の時もあるし、2週間に1回とか。そんなもんなんですか。意外とやらないですね。もう頻度、うん、少なくて3日に1回とかだと思ってた。いや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 、なかなかそんなにやらないんじゃない。あそうなの、うん、意外と自分ではやんなかったりしますね。よっぽどの時じゃないと、ね、意外と。じゃあそれ毎日やったらめっちゃ変わるって感じですか。で毎日はやらなくて逆にダメ。はい、いいですね。ちょっと肌が疲れちゃうかもしれないので。アスカ聞いた、毎日ダメだよ。今日は一緒に PA でアスカさんにやらせてやってもらってますんで。めっちゃ覗いてたから今めっちゃ興味ありそうと思って。毎日ダメだよ。触らせてもらっていい。あぜひぜひ。そうそうそう。あこれ2本で1個なんですか。あそうです、2本で両方使って。ほどいちゃいます。それ
すごい。ね、なんか他にそれ何入ってるの？あとこれあれです、あの美濃のアイテムです。もう美濃、はい、美濃ちょっともうそろそろというか今月美濃って何、ちょっと新しいメニューを。美濃って脳ですか？新メニューです。そうです、はい。脳は脳みそですか？脳みそです。脳をリラックスさせて、脳が全身の司令塔なので脳をリラックスさせて体の状態を整えていくっていう施術をまだやってないんですけど、初めて。見して見して。ヘッドスパとは違うんですか？ヘッドスパとは違いますね。あの耳にこのちょっとテラヘルツっていう、スパンコールスパンコールだよ。見えますかね？近づいた方がいいんじゃない、うん、シールを貼って開けた方がいいかんですかね。これあれ今日手元やってもらえばよかったね、うん、手元をアップにしてもらうやつ。アスカいけるよ、遠隔で。いけないんじゃない？ちょっと貸してみて。ちょっと私が近づいてみよう。あ、ピン行く？見えるかな？ピンボケしちゃうんだね。近づけたらピンタワーしてくれるんじゃない？ピンタワーしてくれるって。もうちょっと下がってって局長が言って。もうちょい、お、いった、うん、見えるかな？難しいねすごいちっちゃいですもんね。でもなんかスパンコールみたいなイメージだね。そうですね。大きさはね、スパンコールみたいな大きさで、はい、なんか耳に貼るらしいっす。そうするとどうなるんですか？そうすると脳みそが美意識高くなる。そうです。で脳がこう反応して、こっち？あ、おでこに貼る？ちょっと一回もらいますね。じゃあこれもらっちゃっていいですか？はい。そう、あ、じゃあ最初これなんて名前でしたっけ？美濃。美濃です。ちょっと調べてみます。そのシールの名前、シールがテラヘルツ。テラヘルツ、ヘルツ、はい、テはい。なんか太陽光とかにも入ってる振動数が高い。振動数、はい。なんか物って全部揺れてるんですよね。目に見えないんですけど、うん、人間の細胞とかも揺れて細胞分裂を起こしたりとか、はい、そういうのがあって全部揺れてるんですけど、あの太陽に当たると元気になれるとかっていうじゃないですか、免疫高まるとかって、はいはいはい、それってあの高いんですね、バーって。うーん、それが、はい、当たることで体の体温が上がったりとか、なんか代謝上がったりとかっていうなんですけど、それに入ってる太陽が大事な理由だね。本当大事です。そのテラヘルツ、結構あのいろんなところでテラヘルツ最近出てて。何それ？これあ、ちょっと耳きれいにします。はい、最近でやるとなんかあの脳が何ていうんですかね、耳のどの辺にあるの？耳2箇所張ってくんですけど、はい、ここはすごいよ。ちょっとすみません、きれいにしますね。これめっちゃ汚かったら恥ずかしいやん。ティッシュ忘れちゃった。なんか見ますか？脳とかってね、リラックスさせて、脳が全身の司令塔なので結局脳がちゃんと働いてないと体の機能だったりとかがうまく働かないので、はい、これを貼るだけでまずリフトアップします。すごい。リフトアップ、リフトアップします。こんなあれですよ、こんなもう 見えないぐらいちっちゃいサイズの。これどれぐらいで効果出るんですか？なんかシールみたいな。すぐ上がります。すぐ上がる、はい、やば。見ててみんなこの顔。ちょっと顔まっすぐ見ていただいて、ちょっともうちょっとさ、あのドアップにしてよ顔。やだよ、恥ずかしい。じゃあビフォーアウトはわかんねえじゃん。あとやっぱこの肩の高さだったりとか、あの体自体も動かしやすくなったりするので。やば、傭兵こっちからで大丈夫ですか？すごい。なんかそう、これそう、ただ説明がなんかうまくできなくてあれなんですけど、大変そうね、剥がすのも。あ、そうなんです。今緊張で手が震えてます剥がせない剥がれない。あの自分の店だと思ってください、ここ、はい
やばいやばい、本当に剥がれない。震えてる震えてる、これ揺れてるってやつですよね、みんな振動。あ、そうですね、振動が高い感じです。薄っ、そうなんだよね、リフトアップするんだ。耳につけてるんですけど、これリフトアップします？します。すごいね、断言、断言できるほど、はい、やっぱはい、いますね。で最初あの大脳に、うん、耳に、はい、あの脳とこう接続するポイントがあるんですけど、うん、そこに2箇所貼っていくんですけど、最初大脳の方に貼っていきます。大脳、すごい。これがリフトアップするここですね。え、すぐリフトアップするんですか？します。してる？してるね。え、してる？してるじゃん、右だけ上がってるじゃん、高さ違くなってんじゃん、ほっぺたの。やばい、見て見てえ、マジで？え、違うじゃん、わかんないの、なんか変わってるかも。高さ違うじゃん。あと幅もこっちのが狭くなってる感じしますね。え、わかるわかる、だって下がってんじゃん、逆側ほっぺたの位置違うじゃん。確かに確かに確かに、その顔の、顔の向きじゃないよ。いやなんかさ、こっちになりがちでさ、可愛くなってますよね。両辺もともと可愛いって言うんだよすごい、本当だね、すごいすごいすごい、うん、あのどん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 90分ぐらいかけてあのどん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 変わっていくんですけど、バランスが悪くなるやん。だから逆もやるんじゃないの？あ、こっちもやるってこと？え、やばいこれ。ちょっと待って。え、これ50分間さ、いろんなとこに貼りまくればよかったじゃん、今日。いやもう髪の毛ボサボサですごい恥ずかしい。で今度、ちょっとあの脳幹の方に当てていくんですけど。それは何ですか？今度自律神経整えていきます。結局自律神経が網に垂れちゃってたりすると、やっぱ精神不安定だったりとか。あ、いいじゃん、はい、いいじゃん。で今度この耳の下の方ですね。はい。え、なに？全然貼られてる感覚はないの？ない。ちょっとマッサージします。ピアスつけるよりない。え、めっちゃいいじゃん。これ本当にすごい簡単なんですけど複雑な感じで。上げていきます。おー、なんか伸びてるよ、顔伸びてるよ行き場のない脂肪たちが縦にいってんのでもなんか全然右側違うんだけど、やばいよなんか、うん、あーすごい。ここで本当はちょっとちゃんとやるとき体全身の鏡使って本当こう肩とか足とかも全然変わっていくので、こう動かしてもらったりとか、そういうのも見ていきます。ちょっとまっすぐ向いてみ。どうやってまっすぐ向いて、こうか、こうか、ちょ真正面、うん、なんか斜めって見えるんだけどね、自分の顔がそれ多分斜めってんだよ、斜めってるっていうか、こっちがすごいリフトアップしてるから斜めってるように見えちゃってんねん自分で。そうなんかな、すごい違和感で。あと最後にこのクリームをつけて。すごい、全然高さ違うよ、目の高さ怖っ大丈夫かなもちょっと骨、今度骨、はい、骨振動を上げていって、はい、骨振動、はい、骨の振動を上げて上に今度上げてきます。すごいね、なんかもう全然違うじゃん。大丈夫ですか？怖っこれで目がパッチリ、目がパッチリしていくんですか、はい、これで、はい、ペタ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 されてるだけでもパッチリしてる。フェイスラインすごいじゃん、違うじゃん、見分かるねえ、右側だけさ顎がなくなってんだけど分かる、こっちだけなんか出てやってんじゃん肉おいおい、すっきりここを抜くって上がってます。すごくない、やばいんだけど。前でいいですか？大丈夫です、はい、今日うちのね従業員のね眉毛パクってきたんですよ昨日の夜パクりましたね彼女は今日眉毛なしで働いてます
すごい、え、もうなんか顔がいびつな人みたいになってるよ。いびつな人って言わないでくれる？え、ほんと違うね、ビフォーアフターじゃん。すごいですよね。すごい。え、違いわかる？え、わかるじゃん。ちょっとね、もう斜めって見えるんだよね、自分の顔が。斜めってるんじゃないんだよ。どっちかが上がってて、どっちかが下がってるからなんだよ。そういうこと？うん。え、すごいね。うん、ここ上がってますね、ここが。めっちゃ上がってんじゃん。これ斜めってない？斜めってないよ。うん、上がってる。すごい上がってるよ。もう斜めってすごい。やばい。ちょっと私後でやりますね。うん、後で判定は行きたいんですけど。ちなみにあれなんですか、はい、あのお休みは？お休みはあの毎週日曜日お休みで、うん、あとちょっと適当に休んで。予定休みたいな。あ、そうです、予約制で。はい。もう全然いつでも、あの当日でもあのご紹介とかでしたら、両平行った方がいいと思う。やりますし、両平行った方がいいよ。ていうかね、こんだけあの、うん、効果がね、この何分かだけでもあるから、もう皆さん行ってくださいね。え、びっくり。行っていただいて、どうしようかな。居酒屋リン来た後に行った方がいいのかな。どっちの方がいいんだろう。一回食べて、むくんで、むくんで逆がいいのか。逆でもさ、でもほら吸収しちゃうって言うじゃん、エステ行った後食べるとさ、はい、でもだからエステ頭あんま良くないから、ね、お腹すかない、エステ行った後って。うん、すくんだけど食べちゃいけないって言うじゃん、吸収しちゃうから。いいんじゃない、居酒屋リン行って、エステ行って居酒屋リン、あー戻ってくればね。行ってらっしゃい、居酒屋リンってやろう。そっか、それでいっか。結果変わらないまんま寝るっていう、その日。なんか結構あのビフォーアフターがすごいから、皆さん本当、え、たった今5分ぐらい、うん、もうシール貼られて、本当ちょっと、はい、ピコンピコン押されて、うん、ペタペタペタってなんか塗られたら、おいってなった。あ、これなんかあれですか、これなんか QR コード出てきたの。公式 LINE ですね。はい、うちの公式 LINE なので、これこっちの方があのインスタよりもちょっと詳しく情報、あ、ツイッターよりも詳しく載ってるかなとは思います。すごいね、ささ。うん、どんどんちっちゃくなってきてる。すごいね。え、そこのにシールを貼ることで何でしたっけ、はい、振動です。シール貼ることで、うん、そうです、脳と体をつないでくれるんですよね、うん、で結局その脳の指令が体にうまくいかないと、体になんていうんですかね、ちょっと歪みが出たりとか、それをこう整えてくれる。あ、その歪みを直したっていうだけの話。あ、そうです、そうです、このシールだけで。歪んでるんだね、私の。まあ、脳ストレスを取り除くっていう感じですね。なんか今って、まあ、人間か、いろいろ精神的なのとか、まあ、あと体的なものとか、はいはいはい、あとも見えないそのコロナだったりとかで、ストレスってすごい脳にかかってて、はい、結局脳がストレスを感じることで体全部に不調が出てきちゃうんですよね。だからその脳のストレスを取り除いてあげることで、本来の自分の体の持ってる力をこう出してくれるっていうのが美脳です。むくみとかもやっぱ脳から。むくみまあいろいろ原因はあるんですけど、結局脳の疲れにもよりますよね。だそうです、皆さん、はい、ちょっと行ってみてください。はい、結構これはちょっと来月からやろうかなって思ってる。え、めっちゃすごい、はい、施術です。ありがとうございます。すごいね、すごかったね。すごかった、嬉しい、よかった。じゃあ来月からね、この美濃のなんかコースができるのかちょっとわかんないですけど、そうですね、コースができます。はい、うん、皆さん行ってやってみてください。はい、あとなんか宣伝したいのあるんですよね。あ、そう、あとあ、こちら、これ先週も宣伝させていただいた人形市、うん、はい、うちに通ってるお客様もうお付き合いもずっと長い方で、はい、うん、万象さん、万象真澄さんが、はい、あの人形町でイベント、なんか出してくれた、はい、お人形さん、そう、それを持ってきたんです。私が作ったやつ。あ、かわいい。そこにも、こんなルンルン人形とか、これなんかお人形さん作れるワークショップ。ワークショップがあるらしいですよね。はい、あるので、うちのきょんちゃん、うちの従業員もね。行ってます、行かせていただいてて。あ、そうなんですね。そうなんですよ、本人も結構すごく楽しくやってるというお話は結構聞いてて、楽しいですね。やっぱ作り始めるともう止まんないっていう感じで、はい、ルンルン人形
作りました。ルンルン人形を作っていらっしゃいます。はい、なんかいろいろすごい何でもなんか作れちゃいますね、番匠さん。すごいですね。はい、そう、なんか海外のワークショップとかめちゃめちゃすごい行ってるみたいで、はい、なんか私最初もう人形町の、そう、人形町のお人形って言ってたから日本人形なのかな、ガチのなんかこういうひな人形とかなんかそういう系なのかなと思ったら、結構洋人形の方が多くて、なんかフランス人形みたいな、うん、でなんか昨日今日に話を聞いたら、なんか人形はすごい作るのが難しくて、ってその色塗って焼いて色塗って焼いてっていうのを同じ色を何十回も何百回も塗るんですって、うん、一つの人形を作るのに、うん、もう何百回も色塗ってあの最後の最終的な色を出してるらしくて、まあそういうようなね、うん、あのお人形さんたちがいっぱい見れると思いますので、はい、11月 4,5,6 の人形町の人形市行ける方行ってみてください。はい、あと何でしたっけ。あとはあのこちらです。あのうちのサロンにも来てくださってるあのカモメンタルの牧尾さん、牧尾ゆうすけさんが出してる、カモメンタルって芸人さんですよね。あ、そうです、芸人さん、うん、あ、そうです、三茶で牧尾カリーとか、あと新宿とか四ツ谷三丁目とか、うん、結構いろんなところでやってるんですけど、それのレトルトがうちでレトルトうちで置いてるので買えますよってことですか。はい、なのでなんか行けない方とかはあのうちで食べれます。でこの あのスパイスがめちゃくちゃ美味しいです。何味なんですか。なんか何なんですかね、すごい不思議な味なんですけど、とにかく美味しくて、なんかガーリック、あーでもカレーがね、コリアンダー入ってる、はい、うん、なんかサラダとか、うん、冷しゃぶの上に、あ、ぜひぜひ、もう出して、あー、あ、いい匂いだった。うん、うん、カレーにかけるんですか。カレーにかけてもいいみたいですし、全然本当にカレーじゃないサラダとか、うんうん、あとコリアンダーの香りがすごいだけ、あ、へー、だけど書いてあるのカレー味ではございません。はい、サラダにかけたり、あとなんかお味噌汁に私入れたりとかしても美味しいですし、あと豚の普通に豚を茹でた上にかけて食べてもいいし、うん、サラダとかも本当にこれにオリーブかけて食べるサラダは絶品ですね。お肉系も結構美味しいと思う、うん、結構スパイスが、うん、オールスパイスだったり、うん、クローブだったりオレガノが入ってたりするから、うんうんうん、多分お肉系にもすごく合うかなと思いますよ、うん、なんかあとこれからの季節かお鍋、うん、とかのちょっとあの味変みたいなのにめっちゃ美味しいと思う。よかった。このカレーは何系のカレーなんですか。これスパイス系のカレーかな。なんかそうですね、スパイス。何カレーがもともと好きで開発しちゃったみたいな感じなんですかね。なんかそうお話だったみたいですね。カレー屋さんをやらないかっていうで曲がりでやってるらしいんですけど。うん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 、そこからあの、まあ、地方の方とかも食べてもらえるようにっていうので出したのかな。え、これ何どこで買えるって言ってました。あ、うちで買えますし、あとはもうそのお店とかでも直接買えます。うちで買えるってすごくないですか、はい、え、サロンで買えるんですか。あ、そうです。ちなみにサロンはサイン付きのが置いてあるので、そうなんだ。あとあれだね、 YouTube があるみたいですね。あ、マキオカリアチャールっていう YouTube チャンネルがあるみたいなんで、皆さんよかったらご視聴ください。うーん、はい、これ一箱おいくらなんですか。一箱900円です。900円です、はい、ちょっといい値段なんですけど。あのスパイスはいくらなんですか。スパイスが1200円。さっき出てた、はい、1190円みたいな感じだった。でしたね、あれ、うん、でも1200円ですね、うち、うん、美味しそう。美味しいです、ハマります。お店もあるんですか。お店もあります。三茶と新宿四谷三丁目、なんか池袋にもあるって言ってました。結構ありますね、はい、でなんかみんな芸人さんだったりとか、うん、あとな舞台男優、うん、女優さんだったりとかが働いてたりとかするみたいですね、うん、じゃあこちらもちょっと皆さんぜひ行ける方行ってみるなり、はい、近藤さんのエステに行って買ってみるなりしてみてください。はい、はい、ということで今週も居酒屋リンのハロハロチャンネルお送りしましたけれども、もう珍しくおじさまではなく綺麗なお姉さまシリーズでやりましたが、はい、エステティシャンシリーズですね、うん、笹のねリフトアップもしていただいて
今後私たちももし行けたら行ける時間に何時まででしたっけ。一応7時19時が最終受付です、うん、はい、でもまあそれいろいろ対応してます予約制なんでね、あの LINE アカウントの方にメールを送っていただいて、はいはい、うん、私たちもぜひ行けたら行ってみたいと思うので皆様もぜひ行ってみてください。はい、お願いします。ということで今週も居酒屋リンのハラハラチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また来週、来週は野中さんだと思います。ありがとうございました。やっと出番、やっと出番。